こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は FBA 商品の登録方法。まず、マネージインベントリー画面で FBA 納品する商品の左側のチェックボックスにチェックを入れて、センド、リプレッシュ、インベントリーをクリックします。この時に送る商品全部にチェックを入れてください。以前は FBA 納品設定に商品を追加することができました。ね、色忘れちゃったらこれも入れようとかできましたけど、現在は後から追加することができない仕様に変更されています。まあおそらく、この後から追加とかね、そういったもう一つなくなった機能で FBA 納品を削除すると、ね、これ失敗したから削除すると。この二つの機能はね、多分納品ミスの原因じゃないかと Amazon が思ったみたくて、まあ、現在はこの二つの機能なくなってます。ですので、一度にね、送る商品をチェックして、このセンド、リプリ、ネッシュ、インベントリーをクリックして、納品設定を作ってください。またね、選択項目これでいいのかなとか、まあ、画面の移り変わりでこれ合ってんのかな、不安になった場合はね、お気軽にご質問ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。